頑張りましたよもう今日はいろんな人になんかかわいいとかなんか「えー、この子誰?」ってコメントを結構いくつかいつもよりもね多く見つけたのでちょっとショールームをやってみました <laughs> 単純 <laughs>。 <laughs> はいもう本当に終わったばっかりであのエンディングにもね出演させていただいてオープニングからだったのでもう2時間ずっとバタバタでも楽しく出演させていただいてはいなんかあっという間でした本当に本当に本当にあっという間でした。 黒髪カチューシャそうあの本当に今回「カウントダウン t v イブライブさんでフルでやらせていただいたので歌番組でフルなんて普通ないじゃないですかだから2番のねところとかもたくさんこうカメラで抜いていただいたりしてすごいいっぱい映ったというかいっぱい歌えたはい緊張した私は大 だよ。本当に朝からってかめっちゃ朝にねリハーサルしてて一回お家帰ってきてまた夜向かったんだけどもう本当に緊張しててもう何か何もできないもう緊張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 だったんだけどみんながめっちゃリプくれたじゃんメンションとかね。それで「しゃっやったな」って思って本番はめちゃめちゃ楽しめました本当にすごく楽しかった そういう間だったね楽しかったです夏マトペうんそうで皆さん私が今日伝えたいことがあって見えるかなまつげがさ今日めっちゃ綺麗でしょ松葉をねしたんですまた。で髪の毛も切って。 髪の毛も切って前髪をこうやって長くなってたのを切りましたこれ切ったのほらこのここのちょろげちょろげをね切ったのだからすごいすっきりした私 <laughs> 髪の毛も切ったし前髪も切ったからすごい すっきり一吉で今日はお届けしましまた結構なんか初期初期に戻ったっていう感じでもめちゃめちゃレイヤーを入れてもらったんですよ今回だからこっちのこのレイヤーの部分からいくらでもこうこっちのね長い前髪が出せるから 2way でこの短いのと長いので 2way のだからいつもと印象が違ったのではないかどうだ気づいたのか お前ら、気づいたのか。<laughs> 髪の毛切ったって、気づいた今日ね、花ちゃんは気づいてくれたの。髪切ってるって。そう、切ったの。<laughs> そう、初期基地です。初期基地。気づいた?。ありがとう。気づいてくれて、ありがとう。<laughs> 本当、気づけなか。<laughs> 気づいいいてなな人多いなぁ前髪をさ切ったのも気づいてない人多いかなぁそうだからこ,これからはイェイイェイまつげもねバチバチでもう今日はすごいメイクを薄くしようと思って。 まつ毛だけはちゃんとやろうと思ったんだけど他のアイシャドウとかをめちゃめちゃ薄くなんかもうほぼ塗ってないぐらいな感じでお化粧したんですけどなんかさ集合写真とか見てさ「えちょっといいかも」って思ってこの前髪すっきりしたしメイク薄いのもいいかもって思ってちょっとだけ自信がなんか更につきました今日今日いい感じでした多分はい何も変化に気づきませんでしただってうん許す許す いいよ全然そういう時もあるよまあ別にバッサリいったわけじゃないからね3センチぐらい切っただけですのであ,あ仕方ない <laughs> いい感じやった嬉しい頑張ったのいつも頑張ってるけどいやカウントダウン TV ライブライブに出るってことで、ね。 <laughs> ちょっと変えちゃおうって思って切ったんだ <laughs> リップはあのいつものラネージュあラネージュ最近また使ってます実はラネージュのちょっともう今日はコスメポーチも持ってきてないあのえ前髪にリップつけてんの今日そう今日もあのラネージュのリップを 前髪につけてます。それでちょっとオイリーにしています。よく気づいたね。そう前髪。チークはユキリンさんのやつです。ネリチーク。えー、今日聞いちゃうちょっと本当に。 時に私たちが「カウント t v ン t v イブライブさんでいうなんかこうシ,シーステセンステっていう真ん中の細いところに立ってたんだけどオープニングは全出演者さんがみんな並んでるんだけどもう私たちから見てこ,こっち側に「ルセラフィム a f i m の皆様がおられましてあの本当に優しくてもう私たちなんか指原さんにもなんか。 演者っぽくないというか <laughs> なんか一般人紛れとるみたいな反応してたらしいんだけど <laughs> なんか <laughs>「みたいな「ルセラフィム様」が現れた時に <laughs>「ってなっちゃったのみんなででそれでさくらさんがもう結構ね私たち HKT48 さんにいる時からごうご挨拶させていただいてたのでイコラブちゃんのことを知ってくださってて。 なんかみんなでさくらさんとかあとうんちゃさんとかになんかちょっとこうやって私がね「えっ!?」って思って「本当にごめんなさい」こうやってやったらさくらさんがこうやって返してくれたの <laughs> レスレス,レスもらいました <laughs> レスもらいました, <laughs> ましたごめんなさい <laughs> さくらちゃん <laughs> もう本当に。 こうやって手振ってくれてあのルセラフィム様と、まあ、結構遠くはあったんですけどコミュニケーションを取りました信じられます信じられます嘘みたいじゃない嘘だよね忘れないよ私今日のことそう指原さんにもすごい一般人みたいって言われましたごめんなさいごめんなさい 短かったルセラフィム様をこんな近くで見れると思ってなかったですもうすごい近くにいました幸せ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  <laughs> めちゃめちゃ身長が高くて一応イコラブで一番の身長をやらせてもらってるんですけど163ぐらいなんですけどもう結構こういう感じだったのでまだまだだなと私なんてまだまだだなと思いました本当にもうどうしよう。 本当に幸せでしたそうキアラも寝、ね、るセラフィムさん大好きなのでてかキアラが一番好きだと思うのでキアラちゃんも今キアラちゃん一言も喋らないタイプのお宅なんですよキアラちゃんは推しを目の前にするとなんか無言でずっと見るタイプあのじっと見つめるタイプらしくて本当に一言も喋ってなかったですキアラはもうずっとこうやって見てました可 <laughs> 愛か,かった

<laughs> あでも今日もあの入浴剤をいただいたりあとこう黒い壁にサインも書かせていただいて「はいカウントダウン t v さんらしいことをまたあのさせていただいたり物ものもだいたりしてあ嘘みたいだよね本当に嬉しかったなまた出演させていただけるように頑張ろうって思ったし やっぱり影響力すごいなっって思ったかもなんか久しぶりにこうイコラブというか私を認識してくださってる方々がもう嘘みたいになんか高松瞳でつぶやいてくれててそうあ久しぶりに皆様のお目にかかれて嬉しいって思いましたすごい頑張ろうって思いましたうん。 何回も見てカチューシャの子ですイエイあれタワーだこれちょっと今日はタワー大丈夫よ今日は違う今日は月一ショールームじゃないし、まあ、月1ショールームの時も投げてって言ってるわけじゃないんだけどさ本当にギフトありがとうお気持ちいただきます いいな誰まずさんありがとう来てくれて嬉しいなまずなまずありがとう <laughs> 今日は月1ショールームじゃない今日は違う今日はなんかつけたくてつけた <laughs> 今月私がやりたいって言ってショールームあるでしょ月1ショールームでだからその そ,その時また見に来てそう中旬ぐらいにできるかなって思ってる今日は全然やるつもりなかっただよだけどなんかやろうと思った急に <laughs> やろうと思ったよ今日は違うナマズです おめでとえありがとう嬉しいなんかナマズってさ最近流行りのあれにいそうだねちょんまげ小僧って YouTuber くんたちナマズナマズってなんかいそうだね <laughs> 全然どうでもいい話してるし脱線しちゃってごめんなさい私本当にあの子たち頭から一生離れなくてあれはね天才だと思いますすっごい脱線してるけどあナマズいるんだ あ生酢いるらしいですごめんなさいにわかですほんまににわかでごめんなさい生ずいました生ずいましたいそうだねじゃなくて言いました <laughs> ボンジュールイソギンチャークですひき肉です <laughs> マジでなんなのあれ本当に本当に何なんだろうよく楽屋でやってるよ最近 <laughs> 楽屋ででやってますみんなでこれさ「ヒロインズ」のパートで言ったら面白くないみたいな絶対マジで本当にこれはちょっとおふざけで楽屋でやってるんですけど高松瞳きにくです <laughs> ごめんなさい本当に怒られる本当に怒られるってば本当にやめて本当に怒られるからでも本当にこういうくだらないことばっかりやってるの。 楽,楽屋でね楽屋でしかやってないから言わないでごめんごめん <laughs> ごめん <laughs> ほんま怒られる <laughs> はい本番ではやりませんごめんなさいちゃんとちゃんとしたやつをやります <laughs> は,はいはい 言っちゃいいましたごめんなさいでもこれすごい楽屋でやると楽しくてみんなも休憩時間とかにやってみてくださいイコラブオタク同士で集まった時やってみてください本当やめて本当やめて本当やめて絶対拡散とかすんなマジ <laughs> この私が許しませんやめてくださいごめんなさい軽い気持ちでやってしまいました <laughs> でも私たちはこれをちょっと楽しみながら楽屋でやっていますはい 完成します <laughs> みんなを挽き肉です上手なのかな。ン <laughs> ダメですあげないでください <laughs> 今日はそんなに長い時間やるつもりないのでもうじゃあ終わろうかな <laughs> 急に <laughs> 急に終わろうかな。また今度中旬ぐらいで、えー やりますえっと私が今月は皆さんとやりたいことというか私がやりたいことがあるので見てください <laughs> 今日は本当に「カウントダウン t v をなんかたくさんの方が見てくれてですごいいっぱい「高松ひとみちゃん」ってコメントしてくれて「黒髪カチューシャの子ってツイートしてくれて。 なんかわいいって言ってくれてなんか嬉しかったです <laughs> やばなんかやばい感想 <laughs> 感想やばい <laughs> はいまた頑張ります指原さんもツイートしてくださってましたが6周年コンサートが埼玉スーパーアリーナで 2days あるのでもうね始まったんだっけチケットちゃんと私もツイートしようツイートしよう お待ちしておりますカウントダウン TV フェスもまだ買えるんだえ、カウントダウン TV フェスまだ買えるの来てほしいです来て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 もう私がこんなに来てっていうことき来る理由がある <laughs> 全部に来る理由があるけどすごいカウントダウンだって フェスで3組しか出ないから結構たっぷりなのよたっぷりイコラブちゃんのいみちゃんも AKB さんもたっぷりです来て来て待ってるよあ配信あるんだじゃあぜひ配信チケット来れない方は配信チケットなどもぜひぜひお願いします そうましいえっと広島県でリエラさんとミワさんとイコラブで目覚ましライブをやらせていただきます楽しみです嬉しいですそう広島行って割とすぐ北海道で札幌コレクションですねああ結構。 こう10月11月10月終わり11月頭ぐらいまでもう怒涛の日々って感じですねはいよろしくお願いしますお願いします広島当たるかな激戦な気がするもうだって美穂さんとリエラさんですよすごっ 埼玉スーパーアリーナは絶対来てください絶対来てください <laughs> お待ちしていますよ近い席で会えるかななんかなんだっけ埼玉スーパーアリーナの仕組みあの上の方まであるんだけど なんか来て <laughs> なんか来てはやばい来てください近くがいいねおプレミアムチケット申し込みますありがとう映画も楽しみにしててね 映画がそうです舞台挨拶が決まったんですけど「イコラブちゃん」の映画の舞台挨拶やらせていただきますもうね最高ですよバルトナインですよバルトナインで舞台挨拶できんのエモいね <laughs> 嬉しいです,すごく舞台挨拶はちょっと激戦 かもしれぬが待っておるぞ待っておるぞ倍率やばい当てられるのがみんなでしょ待ってるよムビチェキ買ったありがとう、いっぱいありがとうサンリオさんとあのジル・スチュアートさんのコラボのさぁやつとか あとメブチケでもう早速ファイルとかゲットしてくれたりとかみんないっぱいありがとうあとなんかあれひざつきせいかさんのやつが届いてるみたいで当たった方がいて報告してくれたんだけどすごいねみんな本当にありがとうひとみちゃんとうさにしたありがとうファイル当てたってありがとううん 感謝祭だね確かにもうすぐ感謝祭だ感謝祭はえっと <laughs> 感謝祭当たりましたかちなみに待って感謝祭当たったかい感謝祭さ本当になんかイコラブ会のスペシャルバージョンみたいな <laughs> なんかイコラブ会をもっと広くしたみたいなさイコラブ会って結構小規模なんですけどなんか大規模イコラブ会みたいな感 <laughs> じ うん、えどうしようイコラ迎会でちょっと待ってやめてやめてダメダメダメなんかイコラ迎会ならあれやっていいでしょみたいな本当にダメですダメダメダメしっかりしっかりと楽屋と切り替えていきましょう切り替えましょうね <laughs> いやお前らなってのお前らな <laughs> 外れちゃったのそっかお見送り楽しみだねそうだね そうだ6周年配信なんかいろいろある6周年、えっと、デビュー日の9月6日の夜の YouTube 生配信は何をするのか私たちはまだ知りません知りません基本ね前日ぐらいに知るんですけどでもあれはあの本当にただ楽しむ楽しませていただく YouTube 配信なのではい何も知らなくてもいいんですあやばい待って6周年配信のアンケート出してないかもえっ何で知ってんの 知ってんのみんな、すごいね。アンケート？あれ？待って何の話だ？やばいやばいやばい。え、皆さんもアンケート？え待って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 。アンケートあったの？あ、あああれか。みんなが私たちに質問するやつだっけ？えっと、自分のアンケートと えー、間違えました自分のアンケートと間違えました、えー、私はまだ自分の <laughs> 自分のアンケート出してない <laughs> もうやだーみんな怒ってください <laughs> 本当に本当にでもね今日頑張ってコツコツやってたんですよ本当に頑張ってコツコツやってたんだけどなんか文字数が決まっててどうしても足りないんです文字数が <laughs>。 とかさ、もうなんかどう。もう分終わっちゃってるの？なんかどうやって話し合いか？<laughs> なんかさ騙されました。皆さんにいや騙された時やってない。私が120%は悪いんですけど。みんなのアンケートの話だった。私のアンケート。<laughs> 頑張ります。この後はアンケートと戦え戦おうと思います。頑張ります。 はい。<laughs> 空白で目を駄目開業もねちょっとしないように頑張ってるから今そうモーメントで写真撮れたら撮るって言ったんですけどあのそうななかと会って写真は撮ったんですけどなんか一旦 載せてないですごめんなさい <laughs> 一旦あの保存しておりますはいいつかあげると思います待っててください保留ですそう保留ですあのねそう乃木坂フォーティシックスさんのえっと神宮のえっと千秋楽を生かしていただいて今回生かしていただいたんですありがとうございますそれでえっと きいちゃんとななかと三人で、行かせていただきました。そこでななかちゃんと、会いました。はい。行きました。行かせていただきました。千秋楽。ちょっとね、最初仕事で間に合わなくて。飛び入り参加をさせていただいたんですけど。でも、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 ちゃんと見れました。はい、もう最高でした。本当に。本当に最高でした。なんか。 私,もかったです私今回の瀬取り大好きでした感動しましたえでも今回の乃木坂さん行かせていただいてあのー アンダーセンターの松尾さんがもう本当にすごくて本当にすごかったんですよ松尾美優ちゃん。あの圧倒されたというかもうなんかレベチな感じなんか圧倒的感なんか引っ張るぞ感がすごくて。 なんかアンダーライブも気になっ。気になる。すごかったです。松尾美優ちゃん。なんか。えこの子すごいってなりました。覚醒してた。うん。楽しかったです。もう本当に楽しかった。 ありがとうございました。生かしていただいて。<laughs> うん。え、そうで今日めっちゃ話がポロポロ変わるんだけど、あの六六本木じゃないえっと赤坂 TBS の前に赤坂サカスみたいなところにヴィバンのオブジェがあるんですよ。え私そのヴィバンのオブジェをどうしても見に行きたくて。 その写真を撮りたくて「v i のオブジェとそ,うでそれでオブジェの前まで行ったらもうめちゃめちちゃゃ混んで,ってオブジェがで私その「ヴィ v a n のオブジェと「私」でも全体とツーショットを撮りたかったんですけどもうできないそんなこともうなんか常にパシャパシャ撮られててあれそうサインが書いてあるんですよ皆様のサインが書いてあるからそのサインをねみんな撮りたいから。 なんか全体と撮るとかもなんかそういう概念がないなんかもうサインを撮るから諦めました「ビバンのオブジェとツーショットでもなんか生で見れて嬉しかったですすごい今日見れました「もうビバン最高ですよみんな見てる?「ビバン良よいよい最新話めっちゃ面白かったわ いやばいもうこのままだと永遠にいつものショールームをしてしまうのでえ切り替えます終わります <laughs> <お> <laughs> 終わるよんあとは、えっと、告知系ツイートでねないやねもう全部言えたかなうんとそうだねニやジいイちゃんおめでとうって思いましたにやじあとあゆみちゃん おめででとう嬉しいです一緒に頑張るこれからもちょいちゃんあそうだあそうだちょっと待っねこれはちょっとここへ今多分私のファンの方見てくれてますよねちょっとこれは小声で話すんですけど小声で話すんですけどこの間いつ,いつだかのショールームでなんかまあ、確かにその時あのお洋服 が届きすすぎてていいるっていう話をしたんですねあの本当に皆さんからたくさんプレゼントを頂い,いてなんかすごいお気持ちをいただいてたのでなんか本当に嬉しかったしで一回なんかそだ「そんなに大丈夫だよ」ってそんな頻繁に「頻繁じゃなくていいんだよ」って言ってその後、でも皆さんの愛の形をなんか否定していることに なっっちゃってるみたいな,そのみ,んなみんなからのコメントで私はでも送りたいっていういっぱい来たからその「ごめんねじゃあやっぱりなんかみんなの好きなようにプレゼント送って」って言ったんだけど <laughs> そしたら <laughs> そしたら私のプレゼントボックスの段ボールの中が <laughs>「何も入ってなくて <laughs> 私が言ったから当たり前私が言ったから当たり前なんだけど。 みんなのプレゼントが更新され更新されたんですよこの間で私もあ今回は何が入ってるかなって思ったプレゼントボックスの何も入ってなくて私私が私が言ったからね当たり前なんですよ私が言ったから当たり前なんですけどでもえゼロか百なのって思って待ってゼロ百なのって思ってこ 誰も来ないみたいな <laughs> 誰も <laughs> みんなそうめちゃめちゃ素直本当に約束を持ってくれてるありがとうって思っか私が言ったんだけどなんか何も入ってなくて <laughs> あちあのすごい量がちょっと減るかなぐらいに思ってたらマジでゼロだったんですよ。何も入ってなくて。 私が,がさ言ったことをちゃんと守って約束守ってくれたんだけど <laughs> あまりにも <laughs> あまりにもすぎて私事務所で <laughs>「えみたいな <laughs>「何も入ってないんだけど <laughs>」ごめんなさい <laughs> そう忠実なファンの皆さん <laughs> 送ってください <laughs> お,よお話し会のお洋服え <laughs> 別にお,かお話し会でいつもみんなのお洋服を着てるんだけどもうそれが今もうなくてだから送ってって言ってるわけじゃなくて <laughs> お話し会のお洋服があの多分よく見るお洋服たちになると思うんですこれから <laughs> それは <laughs> 私が言ったせいで <laughs> 何も届かなくなってしまった <laughs>。 <laughs> なんかいつもファンレターとかあとヘアアクセとかピアスとかお洋服が一緒に結構バーンって届いててこう自分なりにこう仕分けして持って帰りながらしてたんだけどでもありがたいことに毎回届いてて着させていただいててつけさせていただいてたとかだったんですけど今回は初めてもう。 何回こうやったって何もないもう何の音もしないもうなんかすっからかん高松高松の箱すっからかん反省しましたとともにみんながちゃんと守ってくれてありがとう本当に本当にありがとうまさかこんなことになるなんて私もねゼロ百人間なんですよゼロか百人間なんだけど まさかみんなもゼロか100だったなんて <laughs> 私たちお互いゼ0百だねゼ0百0百っていいことも悪いこともあると思う私もね時々あーこれ本当にゼ0百人間でダメだなって時があるんだけどみんなもゼ0百ねびっくりした一緒だったの驚いたよありがとう推しに似るのそうなの そんなとこまでにいるの<笑><笑>ありがとうちゃんとお約束もってくれでもそうあの,あのもしなんかまたまた私にこれを着てほしいとかひとみちゃんに似合いそうってちょっとでも思ったことがあったらあのよかったら。 ごめんなさいこんなこと言ってごめんなさいどこに収納してるのってねそここに今お部屋に私もともとクローゼットがお家に2個自分の部屋にあるんですけどもうねパンパンなの今衣替えして冬服は全部そっちのクローゼットで今夏の 夏のお洋服たちが新しくねハンガーラックを買ったんですよ2メートルの2メートルのハンガーラックを今夏服が占領しています皆さん全部皆さんから頂い,いたお洋服ですありがとう本当にこれもね去年かな頂い,いたやつギターキありがとういつもあっミニヤマカラコンゲットしました でも私ねカラコンをねあんまりこうつけたことがないというかあまりつけない今もねつけてないんだけどあのー、どんな時につけようかなんか結構印象変わりそうだからどんな時につけようかっていうどういう時につけてほしいとかあったら言ってください、うん、え私はもうアイドルリングがかわいすぎてミリニャの「アイドルリング」「アイドルリングつけたいです」 いいいいよね、いっぱいかわいいみんなでいっぱいつけようねうんお洋服のサイズわかんないフリーかなフリーです S じゃちっちゃいかも S は身長が足りないあのそう今日その「ウン,ン t v の「 その感想でめっちゃ久しぶりに見私を見てくれた人たちがなんか多分はし,はしご高じゃない方の普通の高松ひとみで見れば分かると思うんですけどなんか「高松ひとみちゃん痩せた?」みたいな「痩せとる」とか「細くなっとる」見ない間にみたいなコメントがいっぱい書かれててなんかすごいモチベになりましたすごい「嬉しい」「私は徐々に変われている」って。 自己肯定感を上げられそうです頑張れそうこれからもみんなのおかげで頑張る頑張る <laughs> 痩せましたねでも確かに頑張ります一緒に頑張ろう私はでももう夏だから麻婆豆腐は食べてないよ も麻婆豆腐は暑すぎて今は基本的にはお弁当を食べて <laughs> 朝とお昼食べましょうえっもう11時になる嘘,嘘嘘嘘嘘 私じゃあ終わるよえちなみにねもうほんとなんとなくなんだけど今ここにあのトリキューさんがあってなんか今日ショールームするつもりなかったんだけどあのでも今日せっかくお弁当を持って帰って食べれなかったんですよ今日私もと食べる時間なさすぎて今日本当に今何も食べてなくてちょっと今。 お腹が腹ペコ状態なのでこれを食べながらやろうって思ってたんですけどみんなとのおしゃべりが楽しすぎて全然あの食べてないですあの食べますちなみにこれは鮭のトの鳥ュゅさんにしました今日はちゃんと食べますちゃんと食べるから安心してねうん タイム何がいい変なコメントはしないでね <laughs>「カウントダウン TV」のポーズとかあでも「カウントダウン」って今日やったか猫ね,っね本当に本当にあんたたちいいかんちゃった。 覚えました振り付けをかわいすぎて覚えましたかわいすぎてどうえ待ってタワー誰ですか分かんない誰誰だろうごめんね教えてどうですかガッちゃんに会いたい たよリオンかなリオンありがとうありがとうリオン久しぶりほん話そうね今日もそうずっとコメントしてくれてありがとう今日も来てくれて <laughs> ありがとうでもそうちょっとお母さんが見てるかわかんないガッチャンお母さんが見てなかったらガッチャンはちょっと今日見せ,見せられないとか来,来れないんですけどでも今ね起きてるからガッチャン普通にあのもう元気もりもりガッチャンでした帰ってきたら。 お母さんが見てたらがっちゃん連れれてててきてくれると思いますがっちゃん見てないかもさっき YouTube 見てたからもマ,マちょっと今日は見てないかも私のショールームちょっと待ちましょうあ来ました見てます私のショールーム来ました今あの音がします音がしました今ここにね扇風機があってめちゃめちゃ邪魔なんですよよいしょ ちょっとここにやっち行かないでやばいしびれてる痛いもういっちゃんみんな久しぶりにがっちゃんみんなの前に出るねわん食べた あくびしてる早く見せろってなちょっと今足がしびれててえ、止まった止まってますかえ、訪れしてますか今も訪れしてる ごめ,ごめんなさいごめんなさいごめんなさい治った治ったはず治ったはずですごめんねガッちゃんが魔法をかけちゃったみたいです訪れの魔法をかけちゃったみたいです <laughs> じゃあ連れてくるねガッっちゃんおいでガッっちゃんおいで 責任の趣味はガンちゃんのトイレ掃除を、えー、いかに綺麗にできるかということをやっています私の趣味です毎日あごめんごめんやだ抱っこ嫌いなんですよね抱っこ嫌いなんですいいよありがとう後でなんかあげるねいきな後でなんかあげるからバイバイ はい、あのー、7年目はなんかもっと猫ちゃんのことを発信してって何か猫ちゃんのこう保護猫ちゃんのお仕事とか何かできたらいいなって本当に思ってるからちょっと猫ちゃん猫ちゃん投稿を増やしていきたい頑張るうんでかかったでしょでかかったよね 本当に重いのあの人。めっちゃ、めっちゃ顔に毛ついた。やばい。おっきいんです。すごく大きくて。10キロもあるわけないやろ。猫が10キロもあるわけないやろ。5キロぐらい五点5.5ぐらい。 よかったガッチャ起きてたから今日はじゃあガッチャも見せたところで終わりましょうかねすごい急に皆さん本当に、あのー、急だったのに見てくださってありがとうございます「あのカウントダウン t v ライブライブ」を見てくださってありがとうございましたショールームでした じゃあ今月の月1配信は多分中旬ぐらいにすると思いますまた告知するから見てください本当に今日は楽しかったです皆さんたくさんコメントしてくれたり見てくれたりありがとうございましたはい6周年コンサート埼玉スーパーアリーナもよろしくお願いします頑張りますありがとう私は きゅうを食べるぞやっと君とこうして向き合えるこわっいいかこわっありがとうバイバーイおやすみなさいみんなもゆっくり休んでください <laughs> アンケート頑張るねありがとう <laughs> ちゃんとやります <laughs> ありがとうございましたまたねまた 数週間後会おうねありがとう終わりますえっとよしおやすみ